これ女性用ですね。どうぞ司会の方までお越しくださいませ。お願いいたします。さあ、それではステージ前でお待ちの皆様には大変お待たせをいたしました。それではただいまより堺少女歌劇団によります歌とダンスのパフォーマンスショーをお送りしてまいります。メッセージいただいております。堺少女歌劇団は戦前大浜に存在していた少女歌劇団を再び始動させたのが私たち堺少女歌劇団なんです。団員は小学1年生から中学3年生までの約50名です。今日は25名ほど堺あきんど祭りに来てくださいました。私たち堺少女歌劇団は歴史ある堺の町に新しい魅力や創生と育みのイメージを発信し、基礎からしっかり学び、堺市で多くの実演を経験して才能を育み、将来の夢を実現するために活動していますとメッセージいただきました。さあ、それではスタンバイできているようです。大きな拍手お願いいたします。堺少女歌劇団の皆さんです。よろしくお願いします。忘れられない。
堺少女歌劇団の皆さんでした。もう一度大きな拍手お送りください。ありがとうございました。ラインはですね、小学1年生から中学3年生まで、現在総勢約50名ほどと伺いましたが、中学3年生になるともう卒業なんですね。少女歌劇団ということで、現在ですね、学業と両立させながら厳しいレッスンも、歌とダンスのレッスンを受けている彼女たちなんですけれどもね、将来の夢に向かって大きく羽ばたいていけますように、どうぞここ地元堺から皆さん応援をね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。どうぞ大きな拍手もう一度お願いいたします。堺少女歌劇団の皆さんで Thinking for you、 堺の街で、三ささぎの丘に咲く花、3曲聴いていただきました。ありがとうございました。